いどうも毎日ポジティブ406回目でございますそう、私がスーパーポジティブティーチャー福です。よろしくお願いいたします。さあ、5月の24日でございます。今のところですね、私5月からずっとですね、1ヶ月ポジティブチャレンジをやっておりまして、こう勝って勝って勝ちまくってですね、今23連勝まで来ました。本日の結果からいきましょう。本日の結果がこちらでございます。10,191円達成されます。本日はね、プロモーションもつきまして、プロモーションがですね9,020円つきまして、合計20,211円ですね。24連勝いたしました。ありがとうございます。そしてなんと本日累計が昨日の293,698円から今日2万円プラスして313,909円、とりあえず31万円達成です。毎日1万というところはまだ毎日ではないんですけども、一応この31万というのは今日24日で達成いたしました。ありがとうございます。そして満足度 100%、 はい、こちらの満足度は今現状ずーっと今ね 100% で推移してますけども、本日はキープできたのかどうなのか、 100% はキープできております。ありがとうございます。いやー、今日ね、めちゃくちゃ暑くてね、今日日曜日、本当にね、気合を入れまくってやりました。なんとかね、最後プロモーションがあと1回配達すればというところで、本来であれば1万円をもう達成8時ぐらいにしてたんですけど、まあ最後はあと2回やればプロモーションつくということなんで、頑張ってですね、あと2回やって11,900ちょいでプロモーションもついてですね、2万円という形になりました。本当に良かったです。ありがとうございます。で、この1週間のですね、合計というのが出るんですよ。この1週間の合計ですね、こちらです。この1週間僕93,706円、稼いでおりまして、時間がですね57時間59分なんで約58時間ですよね。これを時給換算にしたら現状今週は1615円でした。僕の時給確実にね、時給というのが上がっておりまして、僕最初のにね、ウーバーイーツね、結構稼げないよって話したんですけど、稼げますね。やり方によっては。やり方によってはね、稼げます。はい。ただまあこれがね、好きかどうか、仕事としてね、好きかどうかって言われれば、僕はずっとやりたくないです、これは。今お金がないっていうのと、チャレンジとしてね、今、このモチベーションでやってますけども、じゃあこれを一生僕は、ウーバードライバーで食っていくのかって言ったらそれはしません。はい、僕がやりたいこともっといっぱいありますんで、ウーバードライバーだけじゃないです。ただ今せっかくチャレンジをしてる、今休業中でお金売り上げゼロであれば、やっぱり売り上げを取りに行かなくちゃいけないわけじゃないですか。家族もいるわけなので、なので今こうやってやると、面白くはそう大してないけども、でもその中に面白さを求めてやってるから楽しくできるわけですね。ただつまんねえつまんねえってやってるよりもね、せっかくやるって決めたんだったら、つまらないことでも楽しくなるようにやると。そのためにこうやって YouTube で流したりとか、目標を立てたりとか、こういうところでいろんな人を応援してくれたりとかして、それがですね、また自分の力に変わっていくということですね。本日ですね、あと、なんとですね、今日やっぱ素敵なね、お店多かったですね。僕はですね、商品を取りに行った時に、なんと、いつもご苦労様ですっつってね、これ食べてくださいっつって、ちょっと小分けにしたミックスナッツをくれました、ウーバードライバーに。あ、こんなね、こんななんか嬉しいことしてくれるところあるんだと。これは確か六本木の方のね、お店でしたね。唐揚げ屋さんのお店でしたね。ありがとうございますっつってね。いやー、よかったですね。あとお水ね、お水これどうぞ、ウーバーさん飲んでくださいと。で、飴いろんなね、いろんなこうレモン味とかね、塩味とか、やっぱりこう あんまりね、こう体力的にもやっぱ飴とかね、舐めたりするのはあんまりないと思うんですけど、こういう こう心遣いのお店もありましたね。マスクくれるとこもあるし、トイレね、どんどん使ってくださいと。うちの店はもう待機場所として使ってくださいっていうね、本当にテイクアウトだけのお店で、そういう店もありました。いやー、もう本当やっぱいろんなね、店舗行くとやっぱ全然違いますね。お店の雰囲気もそうですし、ウーバードライバーに対してね、接し方も全然違います。すごく勉強になります。
本当にこのウーバードライバーやって本当に良かったなっていう思うのは、いろんな飲食店のいろんな良さ、悪いところもあればいいところも見てると、これはねすごく僕はこれから自分の店にとってすごくプラスになるなと思います。はい、ということでですね、今日のお話いきましょう。本日ですね、バン、第24話、なんであそこのお弁当は売れるのか。はい、この話をしたいと思います。今僕がですね、経営しているポジビタカ思いやりの通りに、いろんなですね、素敵な居酒屋とか素敵なレストランとかいっぱいあるんですよ。で、今テイクアウトでお弁当を今まで売ってなかったお店がほとんどお弁当を売ってるんですよ。で、もうみんな外出てお弁当いかがですかみたいな形でやってるんですけど、やっぱり売れてる店と売れてない店っていうのがあるんですね。まあ、そんなこと言いながら僕もね、お弁当を買うんですよ。やっぱりこう昼のね、ウーバーやりながらお店に入って食べちゃうと結構時間取っちゃうんで、お弁当を買って、とりあえずお弁当をお店で食べながら、まあ、家入ったらすぐ行ってまた戻ってきて食べかけのお弁当また食べてみたいなことをして、時間をですね、無駄にしないようにしてるんですけど、その中で皆さんどういうね、お弁当が売れてて、どういうお弁当が売れてないと思いますか。これいろんなね、考え方あると思うんですね。やっぱりこうクオリティがいいとかね、安いとかね、なんかボリュームがあるとかね、いろいろあると思うんです。で、僕が今3日連続行ってるお弁当屋さん、お弁当屋さんではないんですよ、今こういう状況なんでお弁当売ってるというお店があって、そこに3日連続行ってるんですよ。そこは別にボリュームがあるわけでもなく、別に安いわけでもないね。まあ美味しいですよ、普通に美味しいお弁当でも、いろんないっぱい出てる中で僕はそこのお店を選んだんですよ。なぜか、はい、これ結論です。結論ですね。はい、僕はそのお店を選んだ理由は、挨拶と笑顔、そして最後のお見送り、この3つです。やっぱりね、いろんなお弁当を売るやり方もありまして、お弁当いかがですか、お弁当どうですかでやってる無表情の人もいるし、何も言わないで立ってる人もいるし、お弁当の場所に誰もいない頼む時は店内に言ってお弁当をこう作ってもらうっていう店もあります。その中で僕が選んだ店っていうのは、こんにちは、こんにちは、毎回ね、通るために挨拶をしてるんですよ。で、僕もね、自転車乗ってるんで、あ、こんにちは、みたいな感じで、毎回毎回して、それも笑顔ね。こんにちは、こんにちは、なんか、だんだん、なんか、ここの店で買わないと申し訳なくなってくるというか、ね、他の店でそれをやってるところほとんどないんで、なんか買ってみようかなって言って買ってみたんですよ。そしたら、その人、そこのお店の方がですね、あいつも通ってますよね、みたいな感じすごく話してくれた。ありがとうございます。これどっかでこれ公園とか食べるんですか。いや、ちょっと実はすぐ近くでお店をやってて、今休業中なんで、今ウーバーやってるんでお店に戻って食べます。あ、そうなんですねって言って、これニンニク結構効いてるんで、スタミナいっぱいなんで、あ、スタミナつけて頑張ってくださいみたいな、これをね言われた時にめっちゃ嬉しかったんですよ。めちゃくちゃ嬉しかったし、絶対明日もここで買おうって思ったんです僕。はい、いっぱいあるんですよ。別にそれ商品がねいいとか、その商品で止まったわけじゃなく、僕は挨拶で止まったんです。挨拶と笑顔で止まって、その時にすごく 僕と話をして、最後にスタミナつけて頑張ってくださいっていう最後のね、最後の送り出しの時にすごくポジティブなことを言ってもらえて、すげえ嬉しかったんです。やっぱこういう風に売るのがやっぱり商売なのかなと思います。もちろんね、クオリティが良かったり安かったりボリュームがあったり、もちろんそれでも来るんですけど、でももし全部同じものだとしたら、さ、僕が言ったこの挨拶と笑顔とお見送りをやったらダントツで売れます。はい、実際僕も3日連続通ってしまってるし、明日もそこのお弁当屋さんに行こうと思ってます。はい、なのでこれはすごく大切だと思ったんで、今日はこの話をしました。ということで、以上、毎日ポジティブ406回目でございました。ご視聴ありがとうございます。明日、非常事態宣言解けるかもしれない、わかんないけど、明日も頑張るぞ。